さあ皆さんどうもこんにちは、ダイダラです。スーパーペーパーマリオやりましょう。魔物たちの住む湿原を渡り、マリオたちはついに大きな館の前にたどり着きました。あれがサンテールの館ね。ピーチ姫が嬉しそうにいます。ここでピュアハートをもらえば今回の冒険はそれで終わり。あ、簡単だね、二面って。おい、しかしそんなに簡単にことが運ぶでしょうか。ちょっぴり不安を抱えながらマリオたちはサンデールの館に足を踏み入れたのでした。さあ館の中入っていきましょうか。ステージ 2-2 2-4 まであることを考えたらまだまだ遠そうですね。奇妙でおかしな館、行こうか。おかしい、うん、穴開いてるぞ奥。む、なんか奥見て、ほら見えてるぜ俺は。これなんだ、コインだ。ありがとうございます、お金持ちです。うわぁ、めっちゃ儲かったぜ。ラッキー。えい、まあ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 、行きましょうか。これやっぱ奥行きとかはどんどん駆使して進んでいくステージっぽいですね。今なんかここに看板みたいなのあったよね。なんだこれ。わわわわわ。信じる者は扉を開け。信じる者は、迷わず開け。どういうことや。なんか右奥になんかあったよね、これ。これなんだ、このブロックは。へい。わわわわわわ。これ向こう側行けるのかな。うわ、なんかはしご出てきたけど、でもこれ多分後に行くのかな、わかんねえや。もう行っていいのかな、ここ。登ってみるか一回。おお、どこまで続くんだこれは。サンデルの館入りたいんだけどな俺。これ何、これ、ここなんだ本当に。む、む、え、全然わからん。ねえ、こっち行くってこと？あ、ピーチ姫で、あ、なるほど、普通に行けたわ。さあ、宝箱です。どーん。なにこれ？時を止まれ。違う。ストップウォッチをゲット。時間を止める不思議な時計だ。敵をストップさせて動けなくするぞっていう。なかなかにいいアイテムですね。うわー、ここまで、あー、待て、ビビ、あそこにも宝箱ある。この世界、宝箱いっぱいあるね。いいね。これ何？はい。カードだ！やったー。呪い呪いのカードね、遅くなるやつですね。オッケー。とりあえずね、この館の周り探索終わったとっぽいので行きましょうか。オッケー、レッツゴー。信じる者は迷わず入れ。入りました。敵おるけど、なになにこいつ、なにこいつ、なにこいつ。番犬、サンデルが飼ってるペットだ。この子たち、あなたが危険に近づかないよう館の外に連れていこうとしてるみたい。見かけは怖いけど本当は優しい心の持ち主よーって。踏んだろ、あ、踏んでも効かへんわこいつ。爆弾置いといたろ、ほら、くらえ、爆弾だ、弾き止め。聞いてない、これどこ。番犬すげえな、番犬。じゃあちょっと失礼します、番犬くん。クイ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 って顔が可愛い。なにこれ、え、なにこれ、置いとくね爆弾。ドーン。わからん、待って、これ掴んで投げたらいいのかな。取る投げる、えい、投げれんかった。よし、じゃあカーテンの裏行こう。さあカーテンの裏には扉があるで、入ってみようか。何ここ、セーブポイント、メイドさんいる。これまでのセーブとりあえずしましょうね。メイドさん何してるのねえ、メイドさん無視しちゃおうかな。嘘嘘。なんですかメイドさん、こんにちは。サンデール様の館へようこそ。おいえい。私、サンデール様の召使いで、マーネと申します。おい、これ絶対アイゼーロ、マネーラだっけ？じゃないの？マネーリンとお呼びください。サンデール様に会いに来られたんでしょ？おいえい。サンデール様の部屋は、2階の一番奥の部屋にいらっしゃいます。どうぞどうぞそちらへお入りください。間違って他の部屋に入ってはいけませんよ。それではごきげんよう。下行こうっと。間違っちゃった。キノコあるじゃん。なに、キノコくれよ。あ、取れない。あれー、なんでそんな。あ、デレザがいる。許してください、何でもします。スイッチ押した。痛い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 。テレザ一定時間あれだね、これは。で、テレザどうやってやっつけたらいいの。テレザって、テレサ恥ずかしがり屋なお化けだ。暗いところに住み着いている。一目では攻撃力が1、見てる間は姿消し、触れることもできない。背中を向けると姿を現し、こっそり忍び寄ってくる。倒そうと思いながら背中を見せながら近づいた時に踏みつけるか、アイテム使ったりしようっていう。なんか背中向けながらすればねえ、おお、結構むずい。へいへいへい
邪魔見ろだ、ほら。ほい。オッケー、やっつけ成功。なかなかに大変な敵やな。とりあえずこいつはね、よいしょ。ほんとはこうやって倒すのかな。ねえ、弾き飛べ。なんでだ。今入れだろ今の。よし、入れ。オッケー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 。爆発させて時間差入る、これが正解。罠ひどいよ。あー、何回同じ罠に引っかかるんだお前は。いやこれ分かった分かった分かった。ねえ、いやどこからあれか分かんなかったからさ、どこが落としたのか。ここ噛みすぎるか、噛みすぎるな、これ。マリオチェンジだ、入ろう。いけないんだか、どうしたらいいんだ、諦めるしかないのか。あれ罠だったのか、さよならだ。くぅ、なんかさ、トルナゲールで取れそうな気するのに取れないんだよ。ひどい世界だわこのゲームは。多分まだね、新しい能力ゲットするんだと思うわ、この後。怖い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 、コア番犬、これ大番犬、サンデルの飼っているペット、番犬たちのボス。何者かを捕らえてここに捕らえられてここに繋がれてるみたい。大きくて恐ろしい姿をしているけど本当はおとなしい性格の怪物だ。でも怪物なんだ、怖っ。続く行こうか、怒られちゃったからな、さっき。罠仕掛けられてた。怖いとこだわ、ここ。そう、いっぱいドアある。え、一番奥って言ってたっけ？じゃあ、とりあえず狭い入ろうか。よし。なんか、あるぜ、アイテム。イェイ！あーねー！またここか！あ、爆弾大好きくんだ。食べる？これ。いい、美味しいよ、これ。おー。あ、オッケー。美味しいご飯食べれたね。なんもないかな。なんか今隅っこ怪しくなかった今。そうだな。あ、気のせいか。なんかグラフィックが欠けてるように見えたけど。ね。よし。帰ってまいりました。でん。いやなんかさ、罠多くない？ここのステージ。ねえ、ひどいよね。そんなことして。ちゃんとメイドさん言ってたもんな、マーニちゃん、マネリンが。マネリンが一番奥以外入っちゃダメよーって優しく言ってたのに。やった、お金だー、お金最高。だが俺は賢いからな。賢いからな、こうやって避けて取っていこう。あらーそんだー、賢いとは。バサバサがいる、ちょっと待ってな。バサ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 。バサバサ天井に張り付いてコムに暗いところが大好き。ヒットメイドさん攻撃力は1。自分の住み家に侵入者が来ると上から急降下して襲ってくる。急降下の後急上昇するが、そのタイミングで踏もうとするとダメージ受けやすいから気をつけてっていう。ここ！いや、全然いける。ピッて押しとこう。またこれ同じタイプか。よし。弾き飛べ。よし。さあ行こうか、次へ。え、でもこれコインがあったからちゃんとコイン回収しときたくない？ね、間違った。ピーティーがよ、ピーティー。ピーティー！よし。で、これでマリオにすると、取れるコインの枚数がアップ。だって2枚あるから、ここ、ほら、見て。すごい、おいしい。おいしい。あーって。まあ、これぐらいで勘弁しといてやるか。さあ何度目かの正直、ね、一番奥の部屋入りましょう。ここが多分ね、サンデールさんの部屋なのかな。さあサンデールの部屋本当にそうなのか。なんか右側見て、これ怪しい網があるけど大丈夫本当に。行くよ普通に。落とし穴とかない？さっき落とし穴ばっかやったから怖いんだけど俺。え、うわ大丈夫だ。インターホンかなこれ。こっちピンポン。なに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 、天井が降ってきた、助けて。でも大丈夫、こっち半分は安全だから。って待って、ゆっくり行こうか、ゆっくり。で、出口が帰れるか確認だけしよう。マリオ走れ、マリオ。うわうわ、これも帰らんとちゃんとやらなかったな、こうやって。はい、オッケー。
次元技使える勇者ってすごいね、やっぱそう考えると。なあ、よし、これでいいのかな。次この上で待って、で、ね、ガン、上に参ります。あれ、上に参らない。あー、参った参った参った。上に参る参る。今ここになんかあったね、ブロック。おー、ハテナブロックがあります。はい、ありがとうございます、コイン。どうしたらいいんですか、ここ。ここから、むずくね、ここ。高さは、調整はここでしてから、横。うわー、失敗した。タイアリ。さて、帰ってまいりました。これ、左端の方ですね。こっちからの方が行きやすいな。コイン、ブロック、ドーン。最強マリオ。で、次元は、わわ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 。なんか作りがむずいことになってんだ、これ。もう一回ドーン、次元技、わわわわわわ、へい。おい、これは大丈夫だった。よし、さっきあそこで横着しようとしてたんだな、俺は。詰まるところ、あれは難しいわ、さすがに。へい、何これ。サンデルの館のどこで使う鍵ゲット、どこで使うんだろう、これ。全然わかんねえよ。おいしい、ちょっとあのメイドさんに文句言おうぜ。メイドさん、どういうことなんすか。罠しかなかったっすよ、マネちゃん、マネリンちゃん。あの番犬のいる奥かな、もしかして鍵かかってるのって。ねえ、どういうこと。サンデル様が見つからない、おかしいですね。でもサンデル様はきっとやった方のどこかにいらっしゃいますか。いろんな場所探してみてねっていう。なんだよ、探してみてねって。これどうしたらいいん、これ。ほい、開けらんない。開けろ、オープン、早く。あー、逃げた。うがががが、あ、うひいやー、いやっぱマネリンが襲われてたんか。あ、マネリングに捕らえられてたんかな。ざまみろ。ここにいた怪物、あの女の人に襲いかかっていたわ。どういうこと。この館、何か秘密がありそうね。やっぱりあのマネリン、何者かに捕らえられていたようだって書いてたからね、やっぱマネリンがね、あの悪いやつなのかなと思うんだけど。待って、ゴールなの、早くない。え、怪しくない、これ。さすがに、え、本当にいいの、ゴールするよ俺。えい、え、嘘でしょ。ステージクリア、マジでん、本当に。いやいやいや、セーブするけどさ。じゃあ、どういうこと。サンデルを探してマリオたちは館の奥へと、さらに奥へ進みます。しかし、あちらこちらを探しても一向にサンデルは見つかりません。彼女は一体どこにいるのでしょうか。多分こっち。ピュアハートの存在が感じられず、アンナも戸惑ってます。大きくなる不安を抱えながら、どこまでも続く長い長い廊下をマリオたちは進みます。さあ、ステージ2の3、続けていきましょうか。マネマネマネー、お金。マネーラのマネーなのか、お金のマネーなのか、どっちなんでしょうね。さあ、サンデルの館の続きからでございます。ね、ここの攻略やっていきましょう。これ何これ?ペッチ。なんか割れたけど。何?壺がいっちゃった。あー!あ、出た、マネリンだ。割ってしまいましたね。私の大事な大事な壺。これは俺、わしの壺バランバランやんけ。どないしてけ、どないして、え、どないしてケツ刈るんじゃ。え、おいえ、これ弁償してもらうのあかんな。壺の値段ざっと1、10、100、100万、10万、100万、100万まで。きっちり耳揃えて払ってもらおうか。ノノ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 、マネ、そんなものマリオ持ってないわ。コインとは違うものなの。コインなんちゅうしょうもないもんと一緒にせんといてもらえっか。そんなもんいらんわ。ちゅうことはなんや、あんたらマネー持っとらへんってことか。ほいえい。ほんで働いてマネー稼ぐんかい。きっちり稼ぐまでシャバの空気せえへんからの。覚悟しとけや。マネーは一番上のフロアの発煙ルームで稼ぐことができます。マネーが100万貯まったらこの奥の部屋で返済してくださいね。残りのマネー残高も奥の部屋で確認できます。じゃあ頑張って。なんなのあの子。マリオたちは100万マネーの借金を背負わされた。ガビーン。え、こんな割れやすいところで置いとこうが悪いやろ。なあ、これ倒そうぜ。何これ、いらっしゃいませ、マネーローンへようこそ。いつもマネーローンご利用いただきありがとうございます。 I love you。 嫌ですよお客様、冗談言ってる暇があったらマネー稼いでください。
ねえ、言ってみただけだよ。ではお帰りください。なんか冷たいな、塩対応やで。ねえ、ザ100万マネーでございます。きつい。マネーも持ってないわ。まあ、I love you しとこうか。ねえ、マネー稼いでこい言われた。ほら見て、上に100万マネーいるって怒られてる。つれーよーセーブしとこうか。よっしゃ、さあ行こうか。借金返済しなあかん。うわ、牢屋みたいなとこ閉じ込められてるし俺。つれー、行ってきますわお客様。では今からマリオは借金返済するため発電エリアってところに行かなきゃいけないの？いまいちよくわからないんだけど、こういうとこにマネー隠されてないかな。ねえ、ここはどこだい？へい、何これ。でもカードが出てきた。テレサのカード、やった。テレサ結構強いからね、嫌いだ。よし、さあ先へ行こうか。行けるところはガンガン行こう。ふむふむ、なんか注意書き書いてる。パスワードを入力してください。1111。違う、分かった、パスワード分かった。俺の誕生日だ。3636だ。違ったわ。誰だおめえ。俺はただサンデルさんに恋のまじないしてもらおうと思っただけなのに、サンデルさんには会いたいし、愛しいあの子には会いたいしないし、どうしてこんなことになったんだ。なんか借金背負わされたんかな。ジン、恋に悩む青年だ。天才的に間が悪かったため、これまで様々なラブチャンスを不意にしてきた過去を持つ。彼女ができたので、今度こそうまくいくように、間違いかけてもらいに来たが、天才的な間の悪さで見事に囚われの身となってしまった。天才なんだね、つまるところ。よし、じゃあとりあえず借金返済のためマネー稼ごうか。何これ。それぴょんぴょん。いっぱいいる。囚人たちが心を込めてジャンプするのだ。マーネ様は暗いのが人参よりも嫌いだ。もっと電気を。どういうことこれ。あ、電気貯めたらいいのこれ。どうしたらいいのこれ。発電力だ。ブロック叩いて発電すればその分だけマネーを得ることができる。醜いマネーの猛者、お前は働くか。はい、ならば相手でブロックを叩け。心を込めて、気持ちを込めて、ついでに日頃の風を込めて叩いて叩いて叩きまくれ。叩き終わった俺様のところに来るがよい。あと床の上に流れてる電気を気をつけろよって。分かった。なんかこれうまくできないのこれ。あ、いっぱいブロックあるんだこれ。こうほら、おう、いっぱい空いてるブロックあるんだね、ここ。はあ、はあ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 、好きな叩いてね、強くなってマリオってことね。オッケー。お、危ない。とりあえずこれでいいのかな。え、これいっぱい叩いてるけど、どれぐらいのマネー稼げてるんだろうこれ。危ない。あ、当たらんやん、あ、思ったより。お願いします。まあいい、お前が普通に発電したマネーをやれてやろう。30マネー。え、こんなんじゃ一生働いても返済できないよ。どうしよう。まずいまずい、100万ダメなあかんねやろこれで。ちょ、まずいまずい、普通に。こっちこっちこっち、別の多分働き方があるはずや。ねえ、裏技があるはずや、きっと。普通の発電ルームの他にも、VIP 用の発電ルームもあるんだ。ブロック叩くよりもずっと楽にマネー稼げる。でもその部屋に入るためにはメンバーだけのパスワードが必要だ。パスワードさえ分かれば、それは誰か教えて、パスワード。いいこと教えてやろうか、1マネーだ。はい、お願いします。噂だけどこの館、あちこちに隠し通路があるらしい。あちこちの壁を調べてみな。前だけじゃなく、後ろもなーっていう。働いても働いてもマネたまらず、もうしようしようだよ、いつなった出してくれんだーっていう。なんかいるじゃん、ここにも怪しいやつが。いいとこ、いい時に俺を見つけたな。たった今新鮮で息のいい情報が入った。タイムサービスで、ね、1万マネー、ないないない、1万マネー稼いでこいって、なかなかきついなそれ。ねえ、ここ後ろもなって言ってたから、こういうとこも多分チェックしていかなきゃいけないんだろうなと俺は思うんだけど。で、隠し通路がいっぱいあるぜっていう。なんもないね、ここ。え、でもあるやん、ほら。あー、いけるじゃん。へい、なにこれ。出てきたな、新しい。下もなんか今見えたな、一瞬。え、なにここ、なにここ、怪しい部屋だ。くんくん、この先にマネの匂いがするぜ。半端ない額じゃねえ。途中にあるビリビリするやつが邪魔で、これ以上近づけねえ。ペラペラフェアリンってのがいりゃなって思うぜ。ペラペラになれて、じっと動かずにいたら何でも透き通るんだって。え、ペラペラフェアリンってのがあるの。うわ、これ通れねえよ、さすがに。次元技でも。新しいフェアリンがここにいる。探すか、フェアリン。ね、
これおもろいな、ここの形。よし、ちょっと待てよ。さてさてさて、ここの左側行きたいんだけど、行けるかなこれ。なんかどうにかできない、ここにないかな。行きたい、ここ。どうやって行くの。あ、待って、忘れてた。私には愛する姫がいるじゃないか。ピーティー、ピーティー最高。ここ何、ピーチも労働するか。何ここ。両親に何か聞きたいこともあるか。それならば100万円渡しな。先輩がいいこと教えてやる。100万円稼いでこいってなかなかきついこと言うね。そんな借金お金ないよ。ここは疲れた奴らのために疲れを吹っ飛ぶありがたいキノコをくれてやるとこだ。ブロック叩けば怪しいじゃなくてジューシーなキノコが出てくる。1回10万円だ。10万円取られんの。ジューシー、キノコを食べることはこの館で唯一の楽しいことだ。もうキノコなしでは生きていけない。ありがとうございます。ジューシーキノコ、マネ10減った今ので。ジューシーキノコすら。よし、こっち行けない。やべえ、マネーが足んねえ。19マネーしかねえ俺。どでかいマネー隠れてないかな、ここら辺に。あ、これはまさか。でっかいからあれが出てくるぞ多分。来たな。知ってる？え？何を？なんか出てきた。知ってるんるーん。誰だおめえ。ねえ、知ってる？知ってる？時々目を閉じたままにして目を開けたら世界がなくなってるかもって真剣に想像するとすっごくスリリングルグルー。怖いこと言うな。ねえ、目を閉じて目を開けたらね、夜が朝になってるからびっくりする。世界が生まれ変わった。むむむ、僕の鋭い見立てによれば君は勇者で、おじゃるんるん、ようこそおいでやす。でも残念なお知らせるん、君にはスリリング分が足りないるん。スリリング分が足りない人に僕の力足せないるん。よーし、今から君にスリリング分を10秒でチャージしてあげるんるん。どういうこと、何したらいいの。いいるん。じゃあ行くるんるん。いーち、いや長いやつだこれ。はぁ、あ、はぁ、あ、9、6、3、なんかおかしいおかしい。5な、順番が別々バラバラ。10来た、チャージ完了るん。君もね、スリリングルグル免許を開伝。さあ僕と一緒にスリリング探検にレッツゴーるん。新しいフェアリン仲間になったぜ。ベラベラフェアリン消えます。キーマウスの力を使えば姿を消して罠や敵からダメージを受けなくなる。キーマウスの力を使っている間でも動くと姿が見えてしまうよっていう。ほう、姿が隠れるんだ。知ってるんるん、知ってるんるん。かくれんぼってとってもスリリングルグル。はい、試してみるるん。だから能力隠れちゃうやつ。おお、ほんとだ。うん。ペラペラになって見えなくなるんだ。次元が変わるんだね。いいね、面白いね。次元が変わって強くなる。ね。ちょっと、お嬢さんに聞きに行こうか、話。ね、隠れたまま話しかけたら、なんか、変なこと喋らんかな、この子。ね。トゥルルル。よし。話しかけれない。ねえ、I love you。ダメだ、I love you できなかった。悲しい。さて、じゃあ、ここね、ペラペラフェアリーの力使って、ここ突破しましょうか。はい。ふーん、機関。こうやって行くんだね、多分。ペラ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 。なんか、金庫みたいに歩くな、あそこ。ねえ。そうだな、今ここにおるから、マリオくん。ほい。これ何これ。金庫。開けらんないけど。パスワードいるよ。パスワード。1111。いや、これきつい。開きません。うわぁ、これどうやったらいいや。100マネー貯めて、多分情報聞いたりしなあかんやろうな。これいけんの。あ、ダメだ。食らっちゃうかこれ。はい、じゃあ皆さん今回ここまでにしましょうかね。残念ながら借金背負いまくったマリオくんで、新しいフェアリーの力を借りて金庫を暴いていこうと思ったらパスワードがないってことで、ね、次回ね、パスワードを入手するためにね、地道な労働から情報収集ね、VIP ルーム入れたり入ったりとか、多分そんなところやっていきましょうか。それではチャンネル登録したい方はチャンネル登録や高評価よろしく。また見てね、おつぽよ。